それでは長崎市政記者クラブを代表して毎日新聞社の松村真由記者からご質問をお願いいたします。毎日新聞の松村と申します。よろしくお願いいたします。総理の安全保障官と核兵器禁止条約についてお尋ねいたします。核兵器禁止条約が国連で採択されて3年が経過し、核不拡散条約 NPT が発効してから50年を迎えました。総理は昨年のこの場で日本の安全保障を取り巻く環境は厳しく、国民の平和な暮らしを守らないといけない、同時に核兵器廃絶の目標も共有すると発言された一方で、核兵器禁止条約への署名には否定的です。長崎広島両市長は条約への署名批准を求めており、最近は7割の人が日本も核兵器禁止条約に参加すべきだと答えた世論調査結果もありました。総理は今も従来のお考えにお変わりありませんか。また核保有国と非保有国の橋渡しを辞任する総理は、現在の安全保障上の核兵器の役割をどのように評価した上でその役割を提言し、核兵器の数を減らせると考えておられるのでしょうか。よろしくお願いいたします。はい。我が国をめぐる取り巻く安全保障環境が厳しさを増しているのは厳然たる事実であります。その中においては生命を、政府としては国民の生命と財産を守り抜いていく使命があります。我が国の防衛力を強化するとともに、拡大抑止を含む日米同盟の抑止力を強化することで、国民の皆様の平和な暮らしを守らなければなりません。これは政府にとっての使命でもあります。同時に、我が国は唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けた世界の取り組みを主導していく使命を有しています。これは私の揺るぎない信念であり、我が国の確固たる方針であります。我が国は核兵器禁止条約が目指す核兵器廃絶というゴールは共有しています。一方で、核兵器のない世界を実現するためには、核兵器国を巻き込んで核軍縮を進めていくことが不可欠であります。しかし、核兵器禁止条約は安全保障の現実を踏まえることなく作成をされたため、核兵器国は一カ国として参加はしていません。また、この条約は現状では核の脅威にさらされている多くの非核兵器国からも支持を抱いていません。核兵器の役割について、でありますが、安全保障の現実において我が国周辺においても核兵器の開発、我が国のですね、周辺においても核兵器の開発近代化が進んでいることもですね、残念ながら事実であります。そして近年国際社会では核軍縮をめぐって国家間の立場の隔たりが拡大をしています。そうした中、現実の安全保障上の脅威に的確に対処しながら一歩一歩信頼醸成を積み重ね、現実的に核軍縮を前進させる道筋を追求していくことが適切であると考えています。核兵器禁止条約がこうした我が国の考え方とアプローチを異にしているものであると言わざるを得ないわけであります。政府としては核軍縮の実質的な進展のための賢人会議における議論の成果もしっかりと活用しながら、立場の異なる国々の橋渡しに努め、相互の関与や対話、共通の基盤の形成に向けた努力を粘り強く促すなど、核軍縮の進展に向けた国際的な議論に積極的に貢献していきたいと考えています。こうした政府の考え方について被爆地の皆様のご理解を得られるように、引き続き被爆地の皆様の声に真摯に耳を傾けながら誠意を持って取り組んでいきたいと。それでは続きまして、
総理同行記者団を代表して読売新聞社の笹村直也記者から質問をお願いいたします。読売新聞の笹村と申します。よろしくお願いいたします。新型コロナウイルスへの対応についてお伺いします。7日に政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会が感染状況に関する指標を決定しました。総理はこの指標を今後の対策にどのように活用するか、ステージ4の数値を軒並み上回る都道府県が出てきた場合には緊急事態宣言を再度出すお考えはあるかお聞かせください。また総理はどのような状況になったら緊急事態宣言を出さざるを得ないとお考えでしょうか。一方、感染拡大が止まらない中、お盆の規制が本格化し GoTo トラベルキャンペーンと合わせて都市から地方への人の移動が増えることが予想されます。地方には独自に県境をまたぐ人の移動を自粛するよう求めるところがあり、政府方針とのずれも生じていますが、この点についてご見解をお聞かせください。特措法を改正し、国と地方の権限見直しや休業要請に強制力を持たせる代わりに補償とセットにするとの意見が与党内からも出ていますが、特措法改正の必要性があるかどうか、あるとすればどの点とお考えでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。分科会で、示された指標は、国や地方自治体が感染状況や医療提供体制の状況等に応じて、政策実施の判断に活用するための目安として、提言されたものであります。地域ごとの医療提供体制などそれぞれの実情に合わせて、この目安を参考に、総合的に対策を講じていきたいと考えています。新型コロナウイルス感染症の患者の皆さん の状況を見ますと、入院治療や、施設療養等が、必要な方々のうち、重症者の割合は 1% 程度にとどまります。60歳以上の方の場合は 3.7% に上昇します。またこれまでにお亡くなりになられた方々の約8割が70歳以上となっています。こうした状況を踏まえますと、高齢者の方々や基礎疾患のある方々への感染防止の徹底や、感染された場合の早期発見、早期治療を行っていく、このことが最も重要であることについてはまずはご理解いただきたいと思います。その上で、現在の状況を見ますと、全国的に新規感染者の数が増加し、その人数だけを見れば4月の緊急事態宣言を超えている状況にはありますが、3月や4月の頃と比較をしますと、例えば4月末には328人だった重症者が足元では140名となるなどですね、もちろんこのところの増加傾向に対しては十分に警戒する必要があると考えているものの、感染者数の増加に対して入院や重症化する方々の割合は低い状況が続いています。感染者と特定される方の数が増加している背景には、検査体制が大幅に拡充してきたことも大きいと考えています。 PCR 検査能力は最近では1日約5万2000件まで大幅に向上しています。また無症状や濃厚接触者等に対しても検査を拡充することにより、4月には約7000件であった実施件数も最近では約2万件の水準となっています。他方、こうした中で最も注意しなければならないのが医療提供体制の状況であります。この点、地方自治体のご努力もあってその整備も進んできています。現在は2万2000床を超える病床が確保されており、とりわけ重要な重症者用については約2800床が確保されており、その占有率も約 4% と 4% 程度と低い水準が維持されています。重症化予防のための治療の選択肢の幅も拡大しています。レムデシビルや
デカドロンといったすでに薬事承認を受けた薬に加えまして、アビガン、オルベスコ、フサンといった研究治験の段階にあるものについても、それぞれの特性に応じて医療現場ではさまざまな治療法が用いられています。入院期間も平均3週間程度であったものが1週間程度まで短縮をしています。緊急事態宣言については、4、6月期の GDP 成長率について米国で年率 30% 以上、欧州では年率 40% のマイナス成長となる中、我が国においても民間エコノミストの予測では年率換算で 20% を超えるマイナス成長が予想されており、これはリーマンショックを上回る甚大な影響が見込まれています。リーマンショック時には100万人を超える失業者が発生しており、雇用や暮らしに与える影響を考えれば、感染をコントロールしながらできる限り再宣言を避けるための取り組みを進めていけなければならないと考えています。この半年で得られた知見などをフル活用し、感染予防、重症化予防に万全を期しながら社会経済活動と両立を図るという方針に変わりはありません。しかしながら地域によっては重症者数が徐々に増加している現状も踏まえ、冒頭に申し上げたように政府としては高齢者や基礎疾患のある方々への感染予防等の対策を徹底したいと考えています。まずは検査体制をさらに強化し、陽性者の早期発見、早期治療を進めることです。特に重症化するリスクの高い高齢者や基礎疾患のある方々への感染拡大の防止に万全を期すため、病院や高齢者施設での検査を徹底します。また地方自治体とも連携して病床や宿泊施設など十分な医療提供体制の確保を早急に進めます。重症者の方々に対する治療に万全を期すため、無症状や軽症の方々で重症化リスクの低い方々については、まずは宿泊施設等で療養していただくこととしたいと考えています。専門家とも相談しながら、これまでの医学的知見も踏まえ、入院や療養の必要な方々についてより明確な形でお示しできるように検討を進めていきます。今この瞬間も現場の医療機関では医療従事者の皆様が懸命に治療に当たってくださっています。改めてここから感謝するとともに、政府としてもすでに2兆円規模の医療機関への財政支援を行っているところでありますが、特に新型コロナ感染者の患者への治療に日夜当たっていただいている医療機関等の状況を十分に踏まえつつ、必要に応じてさらなる支援も検討したいと思います。さらにこの感染症に打ち勝つためにも、国として治療薬やワクチンの開発と確保にも全力を挙げています。ワクチンについては調達のための協議を着実に進めており、すでに複数の企業との間でほぼ全国民に相当する1億2000万人分を上回る供給について基本合意を得ました。引き続き十分なワクチンが供給できるよう最大限の努力を行っていく所存であります。政府としてはこのような感染拡大防止策を徹底しつつ、経済との両立も図っていく方針です。ご質問にございました GoTo トラベルについても、ガイドラインの徹底など観光事業者と旅行者の双方に感染拡大防止策を実施していただきながら、ウィズコロナの時代の安全で安心な新しい旅のスタイルを普及定着させていきたいと考えています。一昨日の7日には依然として厳しい状況にある中小企業等を支援するため、
持続化給付金や個人向け緊急小口資金の特例貸付など総額1兆円を超える予備費の使用を閣議決定しました。政府としても感染予防を行いつつ経済活動を行う企業に対して引き続きその状況を十分に踏まえながら最大限の支援を行っていく方針であります。まもなくお盆のシーズンを迎えます。5日に分科会より提言もいただいておりますが国民の皆様に改めてお願いをしたいと思います。政府としては規制について一律の自粛を求めるものではありませんが規制に際し3密を避ける大声で話さないといった基本的な感染防止策を徹底するようお願いいたします。特に大人数の会食など感染リスクが高い状況を控えるなど高齢者等への感染につながらないように十分にご注意をお願いをしたいと思います。そして、お尋ねの特措法についてでありますが現場の地方自治体などからさまざまなご意見をいただいています。政府としてはまずは足元の感染拡大防止に向けて全力を挙げて取り組みこの事態が収束した後には特措法がより良い仕組み制度となるようしっかりと検討していきます。大変難しい舵取りではありますが再び緊急事態宣言を出す事態となるよう国民の健康と命暮らしと雇用を守り抜いていくため今後も必要な対応を速やかに講じていく考えであります。ありがとうございました。以上をもちまして、総理の記者会見を終了させていただきます。誠にありがとうございました。ありがとうございました。内閣記者会見をお願いします。